コリングはデンマークの都市、南デンマーク地域に属するコリングフィオルドの湾王にある港湾都市である基礎自治体コリング市の交通、商業、産業の中心地でもある造船業をはじめ多くの会社が集中する人口56,249人コリングにはかつての王宮コリングフス宮殿がある 宮殿は英陸五世の命令で13世紀に建てられた。現在は博物館であり、礼拝堂とホールは政府の公式行事に使用される、ユトランド半島にあった最後の王宮であった。他に13世紀に建てられた石造りの三区とニコライ協会がある。人気のある観光地としてトラップホルト美術館と庭園がある。 町の歴史は少なくとも12世紀まで遡ることができる。1231年にはコリングフス宮殿が建築されている。1658年コリングの戦い、1658年1658年12月25日、ステパン・チャルニエツキがヘトマンとして指揮下のポーランド・リトアニア共和国とデンマーク・ノルウェーの連合軍が、 カール10世イグスタフ率いるスウェーデン軍に大敗を喫した。1849年1849年4月23日、シュレースビヒホルシュタイン戦争でドイツ軍とデンマーク軍がコリング近郊で退治した。2004年11月3日、コリング郊外のシーストにある花火工場で爆発が起きた。消防士1名が死亡、負傷者85名を出した。 周辺住民、約2000人は避難した。ありがとうございます。